どうしたんです、前原くん。院長も一緒に。何か困りごと？申し訳ありませんが、私、ミオンじゃありません。妹のシオンです。そうですか。あまりそっくりだから間違えてしまいそうですね。聞いてほしいことがあるんです。一刻を争う事態なんです。北条里子は、叔父である北条鉄平との生活に問題を抱えています。穏やかではありませんね。断定できる根拠はあるのですか？先生は、里子がずっと欠席してる理由、もちろん知ってますよね。それは、皆さんにお伝えしているように、病欠です。保護者からきちんと報告を受けています。あの男が保護者？それ本気で言ってるんですか？噂や憶測が流れていることは先生も知っています。だからこそ現時点では冷静に状況を見極めることが適切だと考えています。それじゃこのまま何もせずに里子をほったらかしってことですか？いいえ、まずは北条さんのお宅に伺って状況を率直に伺うつもりです。保護者ずらして丸め込むに決まってます。シオン、落ち着け。今は先生の話を聞こう。先生は投げやりな態度を決め込むような人じゃない。里子のことを真剣に考えてくれるはずだ。先生、そうですよね。そうですね。今はあれこれ思い悩むような彼氏もいないわけですし、せめて可愛い生徒の将来については先生も一緒に考えさせてほしいと思っていますよ。わかりました。問題となる事実が少しでも見受けられた場合は、断固たる処置を取るつもりです。時には、人に頼り、信じることも大切ですよ。私は、それも勇気だと思っています。信じていいんですよね、先生。先生が嘘ついたこと、ありますか？この件は先生に預からせてください。前原君と院長の妹さんは心配しないこと。
ちゃん。何してんだよ、シオン。あの、出鼻をくじくようで申し訳ないんですけど。だからなんだよ。こんなとこでぐずぐずやってる暇ないだろ。あの、念のためですけど、サトコの家の場所をご存知ですか？サトコの家はこっちですよ。そうなのか。すまん、神社の奥のイメージが抜けなくて。いや、それにだ。一回自分の家に寄っておこうと思ってたし。とりあえず茶でも飲んで一息入れて。喧嘩腰で乗り込んでもしょうがないだろう。なんだよ。だってケイちゃんのお家もそっちじゃないですよね。なあ、笑ってしまってごめんなさい。でもケイちゃんがすごく熱い人だってことが分かりました。だからお姉はケイちゃんのこと。ミオンがなんだ。なんでもないです。さあ、サトコの家に急ぎましょう。私が案内しますね。なんならお手手引きましょうか。もう勘弁してくれよ。ケイちゃんって照れ屋ですね。悪かったな、子供で。いいえ、ケイちゃんの純粋さとかまっすぐなところ、私すごく羨ましいです。なんか褒め殺しっぽいぞ。本心ですよ。でも気をつけてくださいね。気をつける？後をつけられているってこともありますから。そんなに乱暴に押したら壊れてしまいますよ。
姉ちゃん。そんなことしたら不法侵入になりますよ。警察だろうが何だろうが、もう関係ないさ。ですよね。喧嘩上等。待ってください。こういう時はレディーファーストってやつでしょ。なんでお前ら勝手に入ってきて何やっとんじゃ。ほら、ケイチさん。サトコ、えっちゃん、ビールもう一本追加じゃねえや。なんね、人んちに出しゃばるもんやなかぜ。ここはてっちゃんの家なんじゃからの。切れる重大か。おお、こわっとうね。世も末じゃねえ。何が世も末だ。お前らみたいな大人がのさばってるからこの世はどんどん腐ってくんだよ。んじゃと、ふざけた口聞いとっと、おじさんらも黙っとないね。一つ、お仕置きしてやっとうか。こんの野郎、ただじゃおかねえ。偉そうことヘッド、わしに盾ついたらどんな目に遭うかとことん分からせてやっとね。
この野郎が、ぶっ殺せるが。入江です。大丈夫ですか？誰かいるんですか？待ったんか、こら。勝手に開けたらぶち殺すぞ、おら。これは、おいよ、入江先生ですかいね。何かご用でも。わざわざこんなむさ苦しいところにおいでなすってすんませんね。車で通りかかったのですが、お宅からものすごい音が聞こえてきまして、これは一体どういうことですか？おみやし汚れちまったらいかんね。ほら、さとこ。ぼさっとしてねえで、スリッパでも何でも持ってこいや。うちには先生のお口に合うようなスタイリッシュって言うんですか、おはいそなもんなありゃせんけどね、遠慮なくくすねでってくださいな。お気遣いは結構です。それより事情を聞かせていただきたい。いやね、ちょいとこいつらが勝手に押しかけてきよってやんちゃしでかしてたんですわ。最近のガキは礼儀を知らんというか、一発にしゃらくせえ口聞いて、けったいな世の中になったもんですな。彼らが部屋を荒らしたとは私には考えられませんね。いや、こっちもね、カッとなったと言いますか、昔かたぎな男なもんで手が出ちまうってこともね。ちょっと懲らしめてやっただけですわ。サトコ、お前なんでそんなデタラメ言うんだ？ケイチさんとシオンさんは誤解をしていましたよ。心配なさっているようなことは一切ございませんの。だからもうお帰りになってくださいな。サトコ、お前そんな強がり言ってる場合じゃないだろう。聞こえませんでした？お帰りになってくださいと申し上げているのでございますわ。
前原さん、シオンさん、今日のところはおいとましましょうね。やるだけ無駄、そう思ってるんだよね、みーちゃんは。そこまでは思ってないけど、状況は優しくないよ。悲しく、あまりに残酷な話ですが、私たちの決意や努力、尽力には限界があります。残酷ですが、それが事実です。納得できないという前原さんの気持ちはわかります。私だって、さとこちゃんは可愛い。誰よりも幸せになってほしいと思っています。さとこの幸せを願うなら、あの男から引き離そうとするんじゃないんですか。監督の言ってることはめちゃくちゃです。ですが、何が彼女にとっての幸せなのか、それを他人である私たちが決めてかかるということはおこがましい。それこそ神の領域です。神頼みなんて悠長なこと言ったら
大丈夫、大丈夫ですよ。俺はサトコに何もしてやれない。それが悔しくて。大丈夫、大丈夫ですよ。理不尽な痛みに対して人間ができる唯一の癒しは感情的になることだけです。前原さんが羨ましいです。許されるなら私のこの手で全てを。監督？何を言ってるんだろう。私にはそんな資格などすでにないというのに。何の話をしてるんですか？前原さんには真実を打ち明けます。サトコちゃんがあのような環境に置かれながらそれを排除する努力をしない理由、それは食材なんです。サトコちゃんはサトシ君がいなくなってしまったことを自分のせいだと思っています。だから叔父との生活を耐え忍ぶことで罪に対する罰を受けていると考えてしまっているんです。そんなことをしても誰も喜ばない。誰一人喜ばない。サトシ君がいれば、サトシ君さえ。